魚竜梅属、魚竜梅属、竜梅属、ラ、レプタスパーメムは、太ももカノ族の一つである。ギリシャ語で、細い種を意味する。ほとんどがオーストラリア、またはタスマニアの原産であるが、ニュージーランド及びマレーシアに一種ずつ分布する。現在80種以上が知られている。常緑樹で、樹高は1から2メートルの小低木が多いが、数メートルの低木もあり、 ごく一部10メートルを超す高木もある。根本近くからよく分子し、宝器を逆さに立てた形や防水型になるものが多い。葉は五生子小さいが硬く、精油を含んでおり、潰すと方向がある。花は小さく、直径1から2センチメートルくらいで、白の五弁花だが、園芸種にはピンクや赤い花のものもある。おしべが長く梅の花に似ていることから、 魚粒梅の和名がある。魚粒梅の花マヌーカと呼ばれるエルスカッパリアムは蜜原植物として知られ、精油はエッセンシャルオイルや化粧品に加工されている。花の美しいものが多く、欧米では庭木などに利用されている。刺し木などの栄養繁殖がつきにくく、未生から栽培する。欧米では数種の種が売られているので、それらを入手し、4月頃に浅い鉢に発種する。 種が見え隠れする程度に複土し、乾かさないようにすれば10日から半月で発芽するので、一度に寸程度のポットに仮植えし、翌春栽培地に転植する。日当たりと水はけの良いところを好む。ありがとうございます。